オークプリオタワーは日本の超高層ビル。大阪府大阪市港区に所在する超高層ビルである。弁天町駅一帯の再開発地区、旧名大阪リゾートシティの一角に立地する。再開発地区内はいくつかの外区に分かれ、それぞれに名称が付けられており、オークプリオタワーが立地する外区は4番街に区分されている。1番街には、 大阪米タワーメインタワー、さらに近隣にはクロスタワー、大阪米と周辺には200メートル級の超高層ビルが隣立している。2003年12月にシティタワー大阪が竣工するまでは超高層マンションとして西日本一の高さを誇っていた。都市基盤整備の一環として弁天町駅の周辺の再開発が立案された。弁天町駅一帯は 多く200として一体的に再開発されることになり、その一つとして、オークプリオタワーの建築が決定された。大和銀行、住友信託銀行、三菱信託銀行、三井信託銀行を建築士とし、1988年3月に建設が開始された。1993年2月に竣工し、1993年3月にオープンした。 指向は竹中工務店、清水建設、奥村組によるジョイントベンチャーが担当した。2階から7階までの低層階は企業のオフィスや店舗が入居している。8階から50階までの高層階はマンションとして利用されている。なお、オフィスや店舗とマンションでは動線が分けられている。例えば、オフィスや店舗のためのエントランスは2階に設けられているが、 マンションの居住者のためのエントランスは1階に設けられている。弁天町駅、オークベイタワー、クロスタワー、大阪ベイ、オークプリオタワー、オーク3番街。ありがとうございます。